とても新鮮な体験でした。日本でも小学校、中学校では書道の授業が必須で、私ももちろん習ったことはあります。ただ、30年以上も前のことですし、書道には興味はあるんですが、それほど詳しくはありません。もちろん筆の作り方についても今日初めて聞くことが多かったんですが、中でも興味深かったのは、李先生から日本の筆の作り方が中国の東大に伝わった時のまま、 ほぼ変化せずに現代に受け継がれているということを聞いたことでした。私のような素人には同じような形に見えても、中日両国の筆は素材も製法も大きく違っているそうで、これ目から鱗が落ちる思いでした。中日両国は多くの文化が共通の素地を持ちながらも違いが大きくなっています。中日の文化交流は盛んになっていますが、例えば毛筆文化一つでも深く交流することでお互いに発見があるはずです。 まだまだ両国の間には大きな交流機会が眠っているということを再確認させてくれた体験でした。